トルコのアナドル通信社は、きょう26日、ロシア軍がシリアとトルコ国境地帯で、走っていた救援物資を運ぶ車列を空爆したと報じた。また、現地の過激派やトルコの人道団体 IHH ・人道支援基金からも、同様なニュースが伝われた。同通信社によると、今回の空襲で7人が死亡したほか、 10人が怪我したというトルコ政府は、この車列が難民向けの救援物資を運んでいたと説明。ただ、現時点では、ロシア軍が空襲した証拠をまだつかんでいないという。